モントリオール現代美術館は、モントリオールにある美術館。カナダ初のコンテンポラリーアートを専門に扱う美術館である。1964年に、ケベック州により、カナダ初のコンテンポラリーアートに特化した美術館として、ビルマリー広場で開館。そして1965年に、デュフレーヌ城の敷地内に移設され一般公開された。その後1968年に、 モントリオール万国博覧会の展示館に移動。1992年に現在のアルム広場の場所に移動した。所蔵作品は約7600点。マルチメディアイベント、パフォーマンスアートやコンサート等の催しも開かれる。館内は常設展示室4室と特別展示室4室に分かれており、コンテンポラリーアートの主要なトレンドに合わせて作品展示が行われている。 現代絵画、彫刻、写真、インスタレーション、映像、紙面の作品などを含み、特に、ケベック出身、カナダ出身のアーティストの作品を中心に、また著名な国際的なアーティストの作品などが、所蔵されている。A.B.Musey D. アートコンタンポランデモントリウォール、アバウト、アーティンフォー、httpwww.artinfor.com、ギャロリガイド。 23,952、14,70 23,、アバウト、About, 無勢ダートコンタンポランデモントリオール、モントリオール、2008年7月30日閲覧。ベースでデネ2011、アトレイ、アトラクションズ、ター・イーザム・モントリオール、2013年5月24日、閲覧。ザ・ムーゼイ・チーム・ムーゼイ・ディ、アートコンタンポランデモントリオール。ありがとうございます。